ゲームで英語へようこそ。この動画は海外製のゲームからサクッと英語を知る動画です。英語は慣れるのが大事だから、手軽に見て楽しんで慣れていこう。 Let's have fun.今回は海外製のインディーホラーゲーム Into the Darkness より、前半の夢のシーンから目覚めた主人公のモノローグ。 This was a terrifying nightmare. このモノローグのポイントは Terrifying.意味は怖い、ゾッとする、一文を訳すると恐ろしい役務だったな、ぐらい、ingなので、もともとは動詞の、terrify が変化したもの、terrify は怖がらせる、という意味、なので、terrifying は怖がらせてくるような、という感じ、この感情を表したり状況を説明したりする ingha フォント品質、terrifying とか、amazing、disgusting、annoying みたいにたくさんあります。頭の片隅でを、また ingか、と余裕ぶっこいて英語を楽しみましょう。Hey, I heard you two had a big fight last night.Yeah. It was so terrifying. She tried to hit me with a bat. What? Really? Yes, and she threw knives at me. Wow. Unbelievable. 今回も見てくれてありがとう。また次も、一緒に英語に慣れていこうね。See ya.